ラーメン二郎三田本店のラーメンラーメン二郎は、東京都港区三田に本店を構えるラーメン店、及び同本店の店主、創業者である山田匠の登録商標。1968年に創業。1970年代には、慶応義塾大学三田キャンパスのある東南の角に、当たる交差点脇での営業を開始。1996年に三田キャンパスの西南に移転した。 ラーメン二郎を田本店の名称で営業する。なお、ここでは関連性のある、ラーメン二郎と名乗るのれ分けの店についても述べる。創業は1968年で、東京都目黒区の都立大学駅近くに当初、ラーメン二郎の名前で開店した。これは開店前年の1967年1月に、エースコックから発売されて人気となっていた、インスタントラーメン。 ラーメン太郎をもじったものとされている。店主の山田は和食料理人で、ラーメンについては全く知識がなかった。最初は、ラーメンぐらい、なんとかなるかと高をくくって、ラーメン店を出店したが、開店当初から半年間は1日あたりの売り上げが、昼前から深夜まで営業しても20杯以下と、低迷していた。様子を見かねた近所の中華料理店店主が、 自分の中華料理店で修行するように勧め、山田はその勧めに応じて3ヶ月間の修行をした。また、近隣にあった、雪印入業の社員指定学生寮に住んでいた、北海道出身の客から受けた助言を参考にし、独自の味を作り出した。1970年代前半、目黒区によるドン川の河川改修工事のために店舗を移転することとなり、客として来ていた。 慶応義塾大学の学生から情報提供された港区三田、三田通りの元洋食屋店舗にて営業を再開した。ここは慶応大学三田キャンパス東南の角にあたる慶応中通りに通じる交差点脇であり、最寄りの鉄道駅と三田キャンパス正門との動線上にあった。ここへの移転の際、ペンキ屋が新店舗の看板の二郎とすべきところを間違えて二郎と書いてしまったことから、 以降はそのまま、ラーメン二郎表記で通している。提供するラーメンのボリュームと味付け、山田の人柄が学生に受けたことから、店は繁盛した。1980年代や1990年代にも書籍に取り上げられている。1986年4月発売の山本マス東京味のグランプリ、1986で山本は飲食店を星の数で評価した際、 ラーメン二郎は無星の評価だった。1986年発売の週刊少年マガジン55掲載のミスターアジッコ小がしネギの風味の扉絵で豚ダブルが描かれており、慶応大学出身者である作者の寺沢大輔がラーメンの帝王というフレーズを使った紹介文を添えている。1996年4月20日発売の 島工作の優雅な1日では作者の広金賢治がラーメン二郎について取材した内容をイラスト入りでレポートしていた。1990年代に見た通りの拡幅計画が実施される見通しとなり、これによって二郎も影響を受けることが判明したため、山田は店を閉めることを考えた。しかし、常連客は店の継続を望み、 地元慶応義塾大学の学生有志は当時、改装が予定されていた慶応義塾大学西校舎学生食堂へ誘致の署名活動を1990年代前半に行った。これは、学内の食堂に熟生以外の外部の客行列ができるのはまずいなど、諸般の事情で実現に至らず、見た通りの店舗は1996年2月末に閉店した。 同年6月から桜田通り沿いに移転し、営業を再開した。これが現在の三田本店である。2003年には、ラーメン二郎の名称が商標登録された。権利者は山田匠、区分は、ラーメンを主とする飲食物の提供で、登録日は2003年3月14日である。2009年には、イギリスの高級市ガーディアン市の 世界で食べるべき50の料理に選ばれている。2019年には創業店主の山田匠の長年の功績を称え、慶応義塾特選塾院に表彰された。麺の上には野菜と豚と呼ばれるチャーシューが乗せられる。豚肉を主な材料とした出汁にチャーシューの煮汁をベースにしたタレを加えて調整する。三田本店を含めたほとんどの店舗で自家製麺を行い、 原材料として日清製粉の強力粉、オーションを使用している。出来上がった麺は基本的に比較的太く、ゴワゴワした平打ち麺となっている。スープはチャーシュー用の豚肉や豚骨にキャベツの芯やニンニクなどの香味野菜、背脂を煮込んで作られる。豚の脂が混ざり脂肪分が多い。ラーメン二郎で使う醤油は以前は 千葉県の柴崎味噌醤油店が製造しかねし商事が販売していたラーメン二郎専用醤油とラベルに表示されている醤油を使用していた。現在は株式会社 FZ によるラーメン二郎専用醤油及びラーメン二郎専用みりん風調味料を使用している。見た本店、また店舗の看板は黄色で黒文字のことが多く、カウンターは赤色であることが多い。 前払いの食券性であり、麺の量や豚の量によって色分けされている。提供されるのは、豚骨ベースの醤油味のラーメンが主であり、メニューは、麺の量とチャーシューの量の組み合わせで構成されている。ラーメン二郎では、基本的に、普通のラーメンのことを小、大盛りラーメンのことを大と呼んでおり、中や普通、並といったメニューはない。また、小といっても、 一般的なラーメンに比べると小で、普通のラーメンの特盛りかそれ以上、大で普通のラーメンの大盛りに配分相当と量が多い。なお、店舗によっては、ミニ、プチなど、小よりも、さらに量を抑えたメニューがある。それらのメニューがないお店でも、食券提出時あるいは食券確認時などに、麺少なめ、麺半分などといった要望を告げれば受け付けてくれる、ところがほとんどである。 また、食券を提示する際に、油少なめ、味薄め、麺か、ためなどと申し出れば、当初の油やタレの基本量や、麺の茹で加減を調整してくれる店舗もある。並んでいる最中に、食券の確認がある場合があるが、それは主に麺の代償の確認のためであるのだが、麺の量や、硬さに関わる要望はこのタイミングでないと、受け付けられない。見た本店以外の店舗では、 味噌味、塩味、つけ麺や汁なし、つけ味、生卵や生姜などの有料トッピングなどのメニューも取り扱っている。特に八王子や宴会堂店にでは一年通して様々なメニューや有料トッピングを期間限定で提供している。またビールを提供する店舗も存在する。店の前には特定保険用食品飲料を主として多く扱う自販機があり、 購入した飲み物を持ち込めることが多い。基本的に野菜、ニンニク、油、辛めの4つのトッピングが無料で可能である。なお、通常のラーメンに入っているトッピングは豚と一つ噛み程度の野菜であり、ニンニクは入っていない。ニンニクをトッピングしたい場合は別途口述のコールで店員に申し付ける必要がある。ニンニクはおろし上素みじん切りにされた。 生ニンニクが丼に入れられる。油とは、スープを作る際に煮込まれた粒状の背油であるが、店舗によっては別途、ベッ醤油などで味付けされた背油やベッ背油を調理、四海のまま出すことがある。カラメとはラーメンで使用するタレを上から回しかけ、さらに濃い味に調整することである。ほとんどの店舗で、ラーメンを供する直前に、店員が、客に向けて、ニンニク入れますか などと問うので、客は、ニンニクの有無や、野菜、油、辛めの追加の希望について、返答をしなければならない。また、少なめ、おにきなど、トッピングの量も融通を聞かせてもらえる店舗が多い。また、新宿小滝橋店等一部店舗では、着席時に、トッピングの有無について聞かれる。独特の聞き方、また返答の仕方からインターネット上では、 呪文と呼ばれるが、ニンニク入れますかの問いかけに、はいや、お願いします。入れてください。等と,と答えるだけでも注文は通じる。このように返答した場合はニンニクのみがトッピングされる。1、記憶正しく美しく、散歩に読書に、ニコニコ貯金、週末は釣り、ゴルフ、社協に、生のため人のため社会のため3、ラブピーストゥケザーネス a 4ごめんなさい。 一言言えるその勇気を、味の乱れは、心の乱れ、心の乱れは、家庭の乱れ、家庭の乱れは、社会の乱れ、社会の乱れは、国の乱れ、国の乱れは、宇宙の乱れ六ニンニク入れますか。ラーメン二郎見た本店社君家帰の条件に、該当する一部のラーメン二郎ファンを、二郎リアンと表現することがある。ライターの早見健郎は、 彼らの多くが、二郎のラーメンが特別に、美味しいわけではないが、食べずにいられない。二郎はラーメンではなく、二郎という食べ物であるといった価値観を持っていることを指摘し、ラーメン二郎を食べることを修行とし、巡業のように何度も訪れたり各地を回る信者のようだと考察している。また、ラーメン二郎は、他の多くのラーメンチェーン店と違って、店舗ごとに味が異なるため、 様々な店舗を訪れてその味の違いなどの情報交換をインターネット上で行ってコミュニケーションの素材として楽しんでいる。このようにジロリアンはラーメンジローを勝手なルールをもとにしたゲームのように消費している面があるという。ラーメンジローでスープと麺を持参した鍋で持ち帰ること、店舗によっては行っていない場合もある。ラーメンジローのファンが その味の再現を目指して自宅で作る自郎風羅あーめんを意味する後、展示でテイクアウト専門店や通販などで購入できる自郎風羅あーめんをそのように故障することもある。前述の鍋二郎とは別に一部の店舗において長期連休前や何らかの企画において生麺、豚を販売することがあるが、二千二十年四月からの新型コロナウイルス感染拡大による コロナ禍により、店舗において生麺、豚、調理済みスープがセットとなったのを販売を開始した。店舗によっては2021年に入っても継続して販売しているが、常時だったり、曜日及び時間限定、不定期となっているので、購入の際は、店舗の情報を発信している SNS か、ホームページ、メールマガジンにて確認すること。見た本店以外にもラーメン二郎と名乗る店舗が、 複数存在する。基本的に、のれんわけによるもので、見た本店で修行した人や、それらの弟子が開店した、二郎直系店で修行した人が、ラーメン二郎の名称を使用して出店している。各店舗、営業時間中は、修行を経験した責任者が、厨房に立つ鉄則に従っており、経営はそれぞれ独立して行っている。他に、 ラーメン二郎に似せたラーメンを提供しそれを売りとしたラーメン二郎インスパイア系と表現される店も複数存在している。インスパイア系の中には過去ラーメン二郎を名乗っていながら実際には三田本店とは無関係の店舗もあったがラーメン二郎の商標登録に伴い店舗名を変更している。またかつてはラーメン二郎を名乗っていたが あとに、独自の野号や変更した店舗も存在する。近年、インスパイア店は、関東以外の地方でも目にする機会が増えてきている。また、ラーメン二郎は、コンビニ等のチルドメンや即席麺の監修をした、実績は2020年現在一切ないが、アリューやインスパイア系及びそれらとは異なる。ラーメン店監修のチルドメン製品。 およびそれらの監修のない即席麺メーカー製のラーメン二郎風の袋麺、カップ麺製品の例は存在しており、これらのものをジェネリック二郎やジェネリック系と表現する。ありがとうございます。